メグロレン、体育会テレビサッカー3番勝負で芸能人初の快挙枝田達也も驚き、サッカー選手になれば、人気グループスノーマンのメグロレンが18日、TBS のスポーツバラエティ番組、炎の体育会テレビに出演し、サッカーレジェンド軍と3番勝負に挑んだ。ファーストステージはぴったりトラップ。時速80キロのボールをワンタッチでどれだけ近くで止められたかを競う。 メグロは1回目のミスを2回目で修正し75センチ以内の記録を出し勝利。稲本純一選手は1メートル1センチだった。セカンドステージは動く的。20枚の動く的を多く勝ち抜いた方が勝つ。大久保家が14枚、メグロは12枚という結果になり、メグロはもう1回やりたいですと悔しさを滲ませたが、大久保はメグロの実力にドキドキしましたと焦っていた。 サードステージは、キックターゲット。20枚の的をレジェンド軍は100秒、芸能人軍は120秒の制限時間内に多く打ち抜いた方が勝ちとなる。先攻のチョンテセがパーフェクトを達成し、緊張感が高まる中、メグロも98秒でパーフェクトを達成した。